出勤前の朝ですね。今日の気温が現在のところ20度、今日からですね数日間こんな感じで、曇り時々雨といったようなね形です。ですので、ついにですね3ヶ月間ぐらいずっと車庫を続けてましたけど、寒冷車をね、外しました。で大体もうね、真夏日はもうさすがないだろうと、週間天気表を見ても、25、6度ぐらいですかね、そういった感じで落ち着いてるので、はい。で、まあ曇り空がね、数日続くので、まあ、遮光シート外していきなり強いね、晴れ間だとなかなかこう厳しいんですけど、はい、数日曇り空の中であればですね、その環境に慣れて、はい、その後日が強く照ってもですね、早焼けはしないだろう、そういう判断でですね、車庫を、ね、外しました。まあせっかくなんでちょっとまだね朝なんで暗いかなと思いますけど、せっかくなので谷パトをしていきましょう。ここら辺が真の会のハピコアンナさん苗ね。これはスビダータパラスパラスだな。でコロラータホーリンゼキャビアナケッセル、リンギアナ。これポートさんのね。これなかなかいいよな。これこれメンチャカね、こんな感じ。ポートさんのラウリンゼにリエルさんのブレイズ。ちょっとねこの黒いね点々が高温障害かなと思うんですけどね、こんな風になってます。はい、メデルさんの苗とかね、この辺がジャッカル、これがなんだカシオスパープルエリオ、この真っ赤っかがデッドシャーロットやね。そして薬の跡がなかなか取れないよね。ブラックサバス3つ。この薬の跡がないといいんですけどね。個人的にはこれが一番いいかな。これはね、アマンダさんの桃太郎とかね、これがシャルマンいいね。シャルマンね、本当シャルマンって好き。トパーズにレッドキングダム、これは枯れたね、やり替えないといけん。ここが、これがアメストロー。アメストロー、ほんと水好きやな。アガボ系にしては、ほんと水好き。ね。これが、コルテス。これ真っ赤になる。季節になればね。コロラータシャビアナ。ナルシスは形がいいですね。4時とか、アソン4か。モンブラン。こんな感じです。でここがこれ全部フローラやろ。フローラ BB、 あ全部フローラ B、 フローラ B、 もうちょっと染まってくれるとねいいんですけど、ここら辺が B ハウスさんない。アースラはね随分、あれで育ててましたけどね、LED でね。リンゼアナトリマネシスとか、これはリエルさんのエスメラルダ、これこういう、こういう感じだね。はい、あとはまあこっちの方、これいいよね。これ玉長でいいかな、玉長近いって。これとかブルーパウダーもいい。プラダいいね。プラダってほんといいなと思う。でこの間植え替えたラブバードとかね、アルバーメストロー、これもまた、これなんだ。やっぱシャルマン。さっきのシャルマンより染まってて、これいいですね。で、これが、B ハウスのクリスラータ。ね、これも随分長いです。ここら辺がサボテン相談室よね。エミネント。ね、君臨王の王妃やったかな。ですね。これが、リエさん、メンチャカコロラータルエーラ、これはユーナミ、あこれオレンジ色になるとねいいですけどね、ほんとね。
これが眠り姫、植え替えてね、だいぶ調子が良くなりました。でまあここら辺、ボノボノ酸化の苗やな。ちょっとここに枯れ葉があるので取りますね。あとは多肉庵さん、鬼ホタル、鬼ホタルはね四国造園さんやけど、アパさんの何だっけ、なんかコロラータの後輩やったね、コロラータロメオか。でファクトリーさんの苗ね、あとが夏子さんの苗とかね、ゆきんこさん、風月さん、これいいね、これ好みやな。コロラータラウィね、コロラータラウィ、ここら辺が、あれね、コテッチさん、これいいね、ラッキーバブル、ラッキーバブルがいい。でこれコテッチさんのブラックサバス、ピアレスアゴラ、これがこれ貞子さんのやろ、リンゼアナと、あアガボイデスのマリア、これちょっと枯れ葉があるんで取りましょう。で、大津さんのコロラータプリドニス、これまたユキンコさんのラウリンゼ、エレクトラ、これいいですね。で、ラウリンゼ、トビン、サクラオニ、ミックスベリア、これもね、LED でやってましたけど、今外に出してます。で、ルイパパさん、あれですね、ロメオ後輩。で、これ、ツネさんの、自分には珍しいタイプ、シャビアナの後輩やったかな、ね、よいしょ、シムランス、ラグナサンチェスとシャビアナですね。このフリフリがいい、ね、フリフリがいいです。ここら辺がまたアンナハピコさんの苗とかね、これサカチンさんやな。でここが青札、ミックスペリアにならなかったザワフェスで買ったルブラザワワだよな。はい。これ何だったっけ？逆さまナッチョ。あ、花見枠。花見枠にザワワとかね。これはソーフレにザワワ。二つあります。ね。ここが、どっちやめじゃん。シムランス、ブスタマンテ、ザラゴーサチワワとかね。これちょっと焼けたな。ユリエナラパス。ラウリンゼザワ、これも少し焼けてる。はい、まあ、こんな感じですかね。あ、始まりの花ちょっとなんかよろしくないな、ちょっとよろしくないね。はい、メインの棚はこんな感じですね。こっちはですね、遮光はしてませんでしたけど、はい、ちょっとこう一軍クラスというかね、色を着ました。シルバースターニシキ、これアテマハックやな、パルクさんのね、アテマハック、紫式部の先輩後輩ね、こんな感じになりました。それとこれが風月さんの、育成チャレンジの苗、またかなりね大きくなった。でここが、シコンヌヤ、青鬼赤鬼やなね。でこれがクスビダータニロメオ、であとまあここら辺あります。これがね、あれですね、イービックスさんの、はい、旦那さんの方の苗、枯葉が出てきたな、枯葉が、枯葉を取りましょう。これもちょっとね出てきたんで後で取ります。始まりの花の石化、これザワですね、買ったやつ。あとここら辺バーっと桃太郎、桃太郎、桃太郎、桃太郎桃太郎ばっかり。はい、こんな感じですね。まあ本当ね、今からがいい季節なので、はい、紅葉もさらに成長もするし、紅葉もするし、育てやすいし、作業もしやすいし、はい、いい季節にね、なってきましたので、はい、まあイベントもちょこちょこ行くことも多いですけど、はい、
足りることもね、しっかりやっていきたいなというようなことで、本日のね動画を終了したいと思います。動画をですねいいと思っていただけましたらチャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。